今一番自分自身がこう助かってるというか、まあ、こうやって今回会場に来てくださってる方もそうですけど、試合行った時にかなり結構声援が 押してくださるんですよ。それは本当に自信になるので、やっぱ自分を応援してくれてるっていう中でやるっていうのはすごくやりやすいので、まあ、それは自分がこう、まあ、自分だけじゃないですけど作り上げてきたものなのかなっていうのは思いますかね。これだけ応援してくれてる人が、まあ、僕が深夜に上がった時なんか当時チケットも買える状態でしたし、こんなにたくさんの方が見に来てくださるわけでもなく、特に男子なんか、まあ、最初の方なんか世界選手権、女子の世界選手権だみたいな感じの時もありましたん で男子なんか全く見向きもされなかったんですけど、まあ、メディアの、ね、方もあんまり取り上げなかったりとか、でもそれがこういった状況になってたくさん応援してくれる方が増えて、で試合の時にそのパワーをもらえるってことは自分の価値なんていうかね、もう一個の価値というか自信になる部分かなとは思いますね。ありがとうございます。大丈夫ですかね。あ、はい、ありがとうございました。